はいドナルド松山の「日照簿記2級講座」「工業簿記」の方の第11章「工業簿記」の概要第1節の「工業簿記」と「原価計算」こちらの方を見ていきたいと思いますまず11章「工業簿記」の概要で学ぶところこれまずご案内したいと思いますまず工業簿記製造業の簿記であるよっていうところそれを確認していきましょう 製造業のところでは製造原価っていう言葉が出てきます。その概念と原価計算の仕組み、これを学んでいきましょう。仕掛かり品、製品、これ、勘定科目です。ね、商業簿記にはなかった勘定科目です。それも見ていきたいと思います。製造原価報告書、財務書表ですね。貸、え、借、ー、対照表損益計算書に続く第3の、えー、財務書表、製造原価報告書についても見ていきたいと思います。 えー、製造業の会計の基本これを十一章では学ぶんだよというところがテーマになりますじゃあこの説で学ぶことこれも見ていきましょうまず簿記の一連の流れと簿記の目的商業簿記でやりましたけど工業簿記における簿記の一連の流れ簿記の目的見ていきたいと思います2つ目会計期間についてこれも見ていきましょう 3番目仕分けと相関上元帳の仕組みこれも見ていきましょう4番目財務諸表の仕組みこれも見ていきたいと思いますはいまず工業武器見ていきましょうかね工業武器、えー、製造製造業の過程で材料を仕入れそれを加工し完成させて販売するっていうのが製造業の過程になりますこの過程を経理の面で対象にしたのが工業武器ですようになります 商業武器3級で学ばれた方は商業武器ってこんな手順でしたね。まず商品を仕入れてきましたよと。と当社の方でまあ梱包とかすることもあるかもしれませんけど、えー、その当社に入ってきた商品を今度は得意先に販売していく。あくまで対象になるのは商品っていう勘定科目でした。それに対して工業武器は材料などを仕入れ、 そして当社の方で製造し製品化して得意先に販売していくという形になります特にこの部分ですね製造の部分っていうところがいわゆる工業簿記のいわゆる肝になりますよということと思っていただて結構です、えー、商業っていう勘定科目商品っていう勘定科目ではなくて製造,製造とか製品まあ製造仕掛か,かり品っていう勘定科目になるんですけどね、えー、製品っていう勘定科目が出てくるよということになります はいそして今度は原価計算工業簿記はあくまで簿記の部分なんですけど原価計算とは何なのか製造にかかった費用を項目,に項目別に計算するこれが原価計算です出てくる勘定科目材料費労務費経費直接費間接費などがあります 製造過程加工中のものを仕掛かり品完成したものを製品という環状科目を使いますね先ほど見ていただいた流れの部分ですこの製造の部分ですねここがいわゆる仕掛かり品という風な環状科目が出てきますこれを完成させると製品という環状科目になって実際に得意先に売ると売上原価という風うな環状科目に変わっていきます はいこれが原価、えー、計算ですよとこの製造の過程における、えー、原価がいくらなのか、ね、だから簿記とは簿記というか工業簿記いわゆる、えー、経理の部分別の経理の部分があるよというふうな見方を教えてください別物と工業簿記と原価計算は別物というふうに見て頂ければと思いますはい原価計算における、えー、計算期間 ね、商業簿記のところでは会計期間1年っていうふうなね1年の会計期間機,、えー、機から期末までっていうふうなことをやりましたけど、えー、商業、えー、工業簿記の方も会計期間的には1年なんですけど原価計算の方は このように細かく細かくなってますけど原価期間っていう言い方するんですけど1ヶ,月1ヶ月単位で原価の計算を行いますよということになりますこれをチェック、えー、押さえておいてください1ヶ月単位だから月初とか月末なんていう言葉が出てきます製造、えー、の無駄や予算の進捗状況をチェックするチェックまたは修正するために1ヶ月単位にしてるよというふうに思ってください はい。今度は、えまた工業簿記に戻りまして、仕掛かりと、あ仕分けと総勘定元帳。使用される勘定、えー、科目、材料、材料費なんていうふうな言い方をします。えー、材料というときには、これは簿記、えー、の方の言い方、えー、表現方法、勘、ね、定科目。材料費っていうときには、原価計算の勘定、えー、科目だよ。勘定科目というか、言い方だよというふうにお,お書いておいてください。賃金、ねえー、これは、 工業簿記の方では賃金という言い方をしますけれど原価計算では労務費というふうな言い方をします経費はどっちも一緒ですね経費はどっちも一緒です製造間接費も、えー、これも、えー、あた新たに出て工業簿記で新た,新たに出てきた環状科目なんですけどこれも、えー、工業簿記でも原価計算でも使いますよという形になります仕掛かり品 製造という勘定科目を使うところもあります。これは今加工している最中ですよ。加工中のものですよという扱いになります。製品、これは完成したものです。例えばこんな、これは工業簿記の方で見ていきましょうかね。こんな仕分けをします。材料をかけて購入し、一部を製品加工に使用された場合、一気にこの部分を仕分けしております。まず材料を買いましたよ。買いかけ金1万円。 1>, ね、1万円分で材料を買いましたよと商業簿記でしたここは。ね 商品ととかか仕入れとかでしたよね工業募金の方では、えー、材料材料を仕入れたから材料という形になります改革金の方これは、えー、材料を仕入れたとかねそういった場合には改革金という形になりますそして一部を加工にしましたよと購入した材料の一部を商品として購入、えー、製造に加工、えー、に使用しましたよと仕掛かり品管理を使う場合と製造間接費を使う場合がありますこれはおいおいご案内していきたいと思います よろしいでしょうかねはいじゃあここはそれぐらいにしまして次行きましょう財務諸表の仕組みとここでは損益計算書のお話と、えー、製造原価報告書のお話をしていきたいと思います製造原価報告書はまた後の章のところで詳しく、えーえー、作り方とかですね、えー、そういったところをご案内していきたいと思いますまず創益計算書 売上げ減価のところ、ちょっと変わってますよね。機種商品、棚直し高、投機、えー、製品製造減価。この部分がちょっと変わってんのかなと思います。ね。投機、えー、仕入れ高でしたよね。商業武器の場合。で、期末、えー、製品、棚卸し高。減価債という言葉が出てきます。これは予算管理とかする上で、えー、実際、実際の、えー 費費用用と予算上のがが差が出てくる時ありますその差を損益計算書のところでまあ調整していこうという形なんです。そういうことです。そして対策対象表のところもちょっと違うところがあります。ここはレイアウト用意してませんけど製品勘定とか仕掛かり品勘定とか材料勘定って出てきます。それらは期末残高を表してますよとなります。ここも 商品でしたよね。ここも商品でしたけど商業簿記では商品でしたけど工業簿記では製品仕掛かり品材料というふうな形になります製造原価報告書これは、えー、原価計算における原価計算から、まあ、持ってくるよと計算、えー、財務指標表を作成していきますよという形になります。なので直接材料費とか直接労務費とか製造間接費なんていう言葉が出てきます材料,を仕入れ、えー、材料を購入し、えー、ね そして、えー、期末にどれだけ残高が残ったかその結果陶器、えー、製造に、えー、消費したのは90万円ですよというふうな形になりますまあちょっとこれもおいおい細かいところを見ていきたいと思いますそして下の方では実際に陶器の製造はどれぐらいあどれぐらい製造し、えー、その結果完成,品は、えー、完成品はいくらなのかというふうな結果になっているということになります。ね、このレイアウトもお、えー、おいおい、えー 後の章で細かく見ていきたいと思います。はいということで工業武器と原価計算の概要をご案内させていただきました。工業武器、新しい科目をいくつか出てきました原価計算はその中で製造した部分でいくら製造にかかったかっていうところを見ていくも題だよというところそれをしっかり押さえておいてください。おいおい細かいところを見ていきますので、ね、そこで、えー、もう一度確認していただければと思いますお疲れ様です。